ということでやっていきましょう。どうもララでございます。さあということで今回も引き続きスマホ版ニャンコライセンサーの方やっていくわけなんですけれども、今回は砂漠の方でやっていきましょう。でとりあえず今回やっていく内容に関してはですね、こちらのレジェンドストーリーの方ですねちょこっと進めていこうかなと思います。現在海を汚す悪しきモノレール止まっていますので、どうだろうね、何ステージ進められるかわかりませんけれども、まあ時間見ながらやっていこうかなと思います。でやっていく前にですね、前回の動画でもやりました、第3部ニャンコトークの方ですねちょこっとやっていこうかなと思います。で飽和感の時はですね、まあ正解しちゃったんで、まあこれちょっとマイル恒例なんですけれども、ちょっと砂漠に関してはねちょっと不正解の方選択いたしまして、ニャンコがどんな反応するのか見ていこうかなと思いますので、じゃあ早速やっていきましょうかね。じゃあ行きましょう。はい。じゃあとりあえずそうですね、まあ問題まではもうガンガン飛ばしていきましょうか。もうこの辺はもう4だからね。はい。じゃあとりあえず行きますよ。さあ第1問ということで、ニャンコの味方キャラは現在発見されているだけでも650種類を超えているということで、まあ正解に関しては丸なんですけれども、ちょっと今回はバツを選択してみようかなと思います。はい。じゃあとりあえず行きますよ。あー早い、ちょっと待って、ちょっと待って、早いな。ブンブン違うにゃ、もっと少ないと思ったにゃ、猫の仲間は実はかなり多いにゃって。なるほどね、意外意外と引き伸ばすんかと思ったら全然なんだね。もうそこブブーって言うんだね。なるほどね。あーなるほど、1問目から難しくしすぎちゃったかもしれないにゃ。はい。で、それじゃあ正解を知ったところで復習してみるにゃということで、あーなるほどね、繰り返すことで記憶が定着するってどこかの偉い人が言ってたにゃ。おーなるほどね。なんか俺もなんかこれ聞いたことあるんだよね。誰かが言ったか覚えてないんですけれども。はい。で、あーこれで戻るんだね。なるほど。じゃあもういいや、もう丸押しちゃいましょうか。はい。でこれで、もう多分正解だと思いますので、はい、ということでございますね。まあ、特になんか反応としてはちょっとそうだね、もっときつい言葉言うのかなとか思ったけど、そういうわけではなかったですね。はい。まあクイズだからね、にゃんこのお願いとはちょっと違うから、その辺はね、まあそれはそうなんですけれども。じゃあ じゃあ早速ですね、レジェンドストーリーの方ですね進めていこうかなと思います。で現在ですね、汗とアルデヒドで止まっているわけなんですけれども、まだこのステージは挑戦してないんだね。なるほどね。で、片手に飽和化の方を持ちながらやっていくわけなんですけれども、飽和化の方で確認したところ、なるほどね、一角くんだったりサイバー X、 あとはメタルサイボーグだね。この3種類が出てくるんで、どうしようかな。編成は何も考えてないんで、ちょっと今から組んでいこうかなと思いますけれども、じゃあいいか、じゃあこの編成でいろいろ組んでいきましょうかね。まあとりあえずまずはですね、まあ一角くん対策としてマキシマムファイターの方突っ込みまして、であとはそうだな、ジュラも突っ込んでおきましょう。であとは、サイバー X の場合はそうだな、まあこの辺は漂流機とかでいいんじゃない。あとは麦わらテサラン突っ込んでおきましょう。であとはキョンシーでこれでいいかな。これで多分大丈夫そうじゃない。じゃあとりあえずもうこのままいっちゃいましょう。じゃじゃーん。さあということで、あ意外と狭いな。まあでも大丈夫でしょう。はい。まずは一角くんの方が来ておりますけれども、こっからどうだろうね。残り2種類に関してはいつ出てくるのかわかんないけど、まあ早めに倒しとけばね、お財布の方が、あー来ちゃったか。ちょっと早めに倒しておきましょうか。さあ一回6爆すれば突破できるので、あ意外と強い。あ行きましたね。よし、あとはもうこっからはもう適当にガンガン出すだけじゃない。ほらメタルサイなんだよね。メタルサイがあれなんで、とりあえず麦わらでとりあえず突破できればなと。まあその前にね、まあジュラの方でクリティカルがね払ってくれればあれなんですけれども、あなかなか放たないね。しゃあなしゃあなしゃあなしではありますけれども、あーやばいね。ちょっとそろそろ待って、大丈夫大丈夫、この2体が揃うとなかなかやばいんだよな。とりあえず麦わら頑張れ。ああオッケーオッケー、よしオッケー。とりあえず1回ノックバックさ、ノックバックじゃねえや、2体倒せましたね。あともう一体、よしオッケー、いけました。あとはもう大丈夫じゃない。あとはもうスピードアップで、これで多分、もう出てこないよね。多分大量枠とかないよね。ないよね。大丈夫だよね。あ、オッケーオッケーオッケー。よしオッケー。
このステージは難なく行きましたね。1個目がなんかすごいね、手こずった記憶があるんですけれどもね、あれ一体何なんでしょうね。じゃあ次行きましょう。さあ、ということでお次はイニシエの裁判でございます。で、このステージに関しては敵が全部エイリアンなので、まあ対エイリアンの編成の方ですね、組んで参りましょうか。なるほどね。ギャラクシーニャンダムとかなかなかめんどくさいのが出てくるので、そうだな、じゃあたまにはメガロ突っ込んでみましょうか。メガロだったりとか、あとは対エイリアンね。いや、もうブランカちゃんだね。ブランカちゃん突っ込みましょう。ブランカちゃん突っ込みので、オッケー、もうこれでいいんじゃない？じゃあお次参りまーす。意外と今回はなんかサクサクいけそうな感じもするけれども、でも時間の方がだいぶいってるんで、どうしよう、最後のステージまでちょっといけなさそうな感じはありますけれども、またそしたらあれかな、次回やればいいかなと思います。また近々やろうかなと思いますんで。え？もうこれ終わり？え？嘘でしょ？嘘？待って待って待って、ガッチリ編成組んでみないんだけど。嘘？終わった！早っ！嘘！じゃあともう一ステージやっちゃいましょうか。怪しい自治体でございます。あー来た！これあれだ、ツバメンズが出てくるやつだよね。あれ？これってなんだっけ？大量巻きするやつだっけ？ちょっと待って。覚えてないんだけど。まあいいや、とりあえず一旦普通にやってみるか。あれ？どうなんだっけな？ちょっとその辺がど忘れしちゃったんで、まあやりながら思い出そうかなとは思うんだけど、いやなんかいっぱい出てきてた気がするんだよね。ちょっとその辺が怖いところではありますけれども、とりあえずまあ壁もがっちりがっちりとりあえずね組みつつ、あとはそうだな、いやーちょっと読めないぞこれ、なかなか読めん。まあいいや、とりあえずこれでやってみるか。なんかちょっと怪しい気もしますけれども、まあとりあえず一旦様子見でやってまいりましょう。さあどうだろう。なんか、いやちょちょちょ待って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 、一旦落ち着け、一旦落ち着いてくれ。これなんかさ、絶対これ大量に出てくる感じがするんだよね。違うのかな。どうしようか。なんか暗い出すのもちょっと怖いんだけど。まあどうだろうね。キャスのレッパとかで、あー出てきてる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 よ出てきてるよ、ほら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 来た、これだよ、これ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 、どんどん増えてくるんだよね。でこれは、あでも大丈夫か。あ大丈夫そう。これ以上分かれたら困るんだけど、まああとはもうキャスのレッパでとりあえずお掃除しつつ攻めれば、もしかしたらもしかしたらいけるんじゃないか。どうだろうどうだろう、ああいけるかいけるかいける、頼む頼む頼む、もうこれで終わりにしたい、これで終わりにしたい、いけるか、頑張れ、もうちょい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 、あなんか大丈夫だよね、うん、ほら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 、よしよしよし、オッケー、大丈夫そうでしたね。なんだろうったんだろう、うん、わかんねえよ。なんか今回はだいぶサクッと終わりましたね。うわ来た、ポイ捨て海岸、これあれだよね、ブラックまで出てくるんだよね。まあこれはまた次回やろうかなと思います。ということで、まあとりあえず今回のメインに関してはまあ多分クイズの不正解かなとは思うんですけれども、まあちょっと期待してたねちょっと返答と全然違かったんで何とも言えなかったんですけれども、まあ多分不正解シリーズは多分次回もうやんないと思うんで、まあ気になる方はですね、ぜひ不正解選択してですね、まあ返答を見てもらえればなと思います。まあまた随時サバカの方でもね、いろんなことやっていきますので、よければ次回も見ていただければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またね。